足を前に出して内側見て、内側見て。数日後、ドイツ戦が始まるということで、チームのモチベーションも日に日に高まっていますし、今、準備中ですので、なんとかこういい試合ができるように、結果を出せるように、チーム全体として、いろんなことを確認している最中だと思います。みんな本当に気持ちを高く持って練習に取り組んでますし、いいチームの雰囲気だと思ってます。個人的には4年前のリベンジということではなくて、森保ジャパンがこのカタールの地で挑戦して何を成し遂げられるのかっていうところにフォーカスしているので、そこに集中しているという感じですかね。自分の持ち味でパスっていうのを、チームが必要な時に、自分のプレーで還元したいなというふうに思ってますし、全てはチームの勝利のために自分にできることの全てを尽くしてやっていきたいなと思っています。勝機はその試合の中でそこら辺に転がっていると思います。それを自分たちでどう拾っていけるか、感じていけるかっていうのは大事なことになると思いますね。先ほどメディアの方も日に日本でもワールドカップの機運が高まっているというふうに聞いて、なんとかこのドイツ戦で、勝利をして日本を盛り上げたいなと。森保ジャパンがやっぱり森保ジャパンを応援してくれている皆さんのために、勝利という結果を持って、それを共有してみんな喜びを分かち合いたいなというふうに思ってます。はい、そうですね、ワクワクしています。かなり、攻守ともにバランスも取れてますし、特に攻撃の方はかなり攻撃的な選手が多くて、逆を返せば、カウンターはチャンスになるのかなと思っています。僕は未知数な選手なので、相手が思ってるような、なんていうんですかね、予想を覆すようなプレーをして、大胆に思い切ってプレーしたいなと思っています。世界でやりたいですし、日本の皆さんに届けたいなと思ってます。もうすぐ開幕です。厳しい戦いになると思いますが、皆さんの応援が本当に力になります。ぜひ応援よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、全員知ってるんで、ブンデスリーガでやってる選手もたくさんいるし、ブンデスから違うところに行ってる選手ばっかりなので、基本的にみんなやったことある選手という感じですかね。そうですね、初戦は本当に、僕たちだけじゃなくて、どのチームにとってもすごい大事な試合になると思うし、間違いなく勝ち点1以上はね取らないと、自分たちがこう決勝トーナメントに上がるっていうのを逆算したら、まあ最低限必要なポイントになると思うので、取れなければ次の試合すごいプレッシャーがかかってくるだろうしっていうので、まあすごい大事だと思います。そうですね。まあ僕はずっとボランチでやりたいっていうふうには今だけじゃなくてずっと前から言い続けてはきてたんですけど、まあ日本代表ならまあどっちでもいいっていう感じですかね。まあ僕たちはこう、まあみんな言ってる通りワールドカップベスト8以上っていうのを目指してて、まあ僕たちはこうそれにね全力で向かって。日本のこう新しい歴史の一部になれたらいいなっていうふうに思ってるし、自分たちがこう今ワールドカップっていう大きな舞台でこの大きなチャンスで自分たちの価値を証明することで、より日本サッカーの未来のためにも、まあ、重要なワールドカップになると思うので、まあ、しっかり自分たちが目指しているものを取れるように頑張っていきたいなと思います。そうですね、コンディション的には、ここに入って、時差ボケも解消されてますし、少しずつ、精神的なところも含めて、準備はできていると思います。そうですね、まあ、国民柄的にも、ヨーロッパの中ではかなりこう勤勉というか、規律がすごくしっかりしているチームのイメージがあるので。まあサッカーもそれと同じでなかなか崩れない印象がありますし、劣勢でもしっかり勝ち点3を取って、次の試合に臨んでいくっていう、力強さが、チームとしての力強さがある印象なので、まあ、おっしゃる通り非常に難しい試合にはなると思いますけど、まあ、これこそがワールドカップだと思いますし、そこで勝ち点3を取ることをみんな熱望しているので、そうですね。その勝ち点3をゲットできたらなというふうに思ってます。まあ、逆に弱点がないですし、どの選手も、抑えなきゃいけないポイントだと思うので、ディフェンダーとしては常に集中すればいいだけだと思ってますし、まあ、逆に試合中に弱点を、見つけることができれば僕らにも勝機があると思うので、はい、非常に楽しみですし、全て抑えたいなと思います。そうですね、ピッチは綺麗ですし、全てポリスエスコートでオーガナイズされた、まあ、選手にとってはかなりストレスもかからない状況になっているので、まあ、ありがたいなと思っています。まあ、どの大会も、持っていますけど、やはり笑って、この大会をされたいなと思うので、まあ、どの試合も満足いく 100% 満足いくという試合はないですけど、大きな満足感を得てこの大会を終わりたいなと思います。